買うのは何月ぐらい？トリプルは両種類とも8月。8月、あ、結構先なんですけど、昨日ベイトビネス出ました。9月、はい、結構先なんだ。この2つが今年の新しいアブフェイジェットの追加サイズ、はい、でシューティングボールの追加ウェイトと新色、はい、ね、このボードが、今さんの新商品、はい、はい、全部最近フッ素加工してくれてるんで、なんか釣れる気が、ね、実際どれくらい変わるのかわからないですけど、でもやっぱ違うもんなんですか、フッ素加工してあると。カキフは明らかに違いますね、数値で出るんで、はい、開始時が、まあ、イラストで見て分かるように下に入ってるんです、はい、だから魚が一番かかる場所っていうのを、まあ、ゆうかさんとテストしまして、はい、まあ、あの縦合いのルアーですね、まあ、こういうルアー、はい、愛から真下に出る針を少しだけ出すと、はい、まあ、かかりをまず深くかけるっていう、初期かかりパンって刺して、そこからバーブまでちょっと距離があるからスー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 ッガッていきます。プラスアルファ1本がかりすることもあるんで、はい、まあ、そのバレっていうところからスーシの長さで1本だけキープしてあげようと、はい、見た目に分かれていくと小さくても大きい意味があるんですけども、トリプル大好きなんで、なんか新しいの出ると買っちゃうんで、それも多分試して、おかえさんとしまして、はい、全部2人でニワトリファーでやってみるんだもんなんで、そこら辺のこだわりがあるんですね。そうですね、まあ、おじして、はい、こっちで、太軸のタイプですね、これはだから、まあ、琵琶湖とか、はい、西のね、オークバスイーム、カバークランキングの時にも対応してもらえる形で、レギュラーと太軸を上げてうまく全部これが具合よくいけば、例えば関東用にちょっと同じ線形でちょっと細軸なんてのも、ちょっと別の形状でまた、あ、まあ、それはそれでまた別、青木プロとかそれ、はい、関東に強い方とか、そういうのもまあ用意が計画としてはあります。こっちってのはそういう感じで、なんか線形によるなんかってのは、これは一応まあ単純に一枚は、はい、まあ ABS に出てるタイプの、はい、6から1分の太軸っていうことなんですけど、太軸になってるんですね、ただまあまあそのフェイトフィネスっていう名前がついて、はい、そのあまりにも太すぎたら、はい、タックルバランスが合わないので、まあまあそこまで太くしてない、ちょっとまあ、はい、いやなんかちょっと中軸って言ってもいいんですけど、太すぎず細すぎずっていうところで、このフェイトフィネスとかパワーフィネスのタックルパワーに合うように線形を太くしたタイプで、フッ素加工もしてるから、スルスルツンって刺さるよう、だからまあ6番、4番とかであれば、はい、以前だったらスピニングでやるけど、はい、セドルする、はい、まあ、フェイトフィネスでやる場合もあるんですけど、はい、時にやっぱりどうしてもパワー不足だったり、線形上げることによって、はい、その価値観でも魚をまあ引きずり出すということができる、はい、まあ、必要な、重要なところに入れたっていう話、はい、なるほど、ありがとうございます。本日は